それと、本当ですね。左目の方の、はい。カインか知らんけどね、このまぶたの上というか、そうですね。こすってますこね。すってるんで。ちょっとやっぱり結膜炎みたいな感じで、ここの充血、白目のとこの充血と、この瞬膜のとこがちょっと赤っぽくなってるんで、多分こすっちゃってると思いますね。右目もちょっとこすったん違うかな。ただ幸い傷とかにはなってなさそうなので問題ないかなと思うんですけど、で目の方、こっちの方なんですけど、まあそのすごい耐性菌が出てるので、やっぱり高い軟膏しか効かないって言ってたんですけど、一応そのデータ的に調べると、まあ、耐性菌が出てる子っていわゆるその目の洗浄とプラスで、CP 点眼っていうクロラムフェニコル点眼ってやつがうちにあるんですけど、大体もう耐性菌が出ててもちょっとそれ頑張って使ってもらったらなんとかなるっていうのがちょっと出てるんで、 CP 点眼って言われてるやつを先にトブラシみたいな感じで先に使ってもらって、全体的にまた番号が変わるんですけど、で順番がで、それをどこかでまた1個使ってもらえたらと思うので、とそれを使ってみて2週間後の反応を見させてもらおうかなと思います。なので洗浄はちょっと徹底してもらうんですけど、左側はもともとドライアイがあるので、まあ、ちょっと本人気にすると擦ると多分こうなっちゃうので、まあ、擦らないようにっていうところしか、対策がないですね今は。あんまりこすりやったらまた襟からつけてるんですけどはい、そうですね。ちょっとやっぱり擦ってそうな跡があるので、まあ、擦らないようにっていう感じですね。はい。とかと、買い替えはね、ですね、気になりますね。ちょっと赤っぽいもうです。軟膏がもうないので、あ、わかりました。そしたら、ここもちょっとばい菌がようたまりよるんかな。そうですね。こっちの方舐めたりとかします？まるちゃん、手前少手し、とか。しょっちゅうじゃないけど、ちょっと気になるんで、こで、こも爪の中というかね。そうですね、ちょっとそ気にれで、なり昨ます日、ね。消毒しながら、オキシドール拭きながら、歯ブラシで吹き出したりとか、で、爪も切ったんですけど、朝、で、ちょっとあれ、抗菌、いや、の、薬ね、あれを塗ってみたりしたんやけど、朝見たらちょっとじくじく感みたいになって、で、ちょっとまた石鹸で洗ったんですわかりよ。ました。ちょっとここたまにその菌、細菌じゃなくってマラセチアとかっていう真菌、カビとかが生えてたりする場所なんで、ちょっとそこだけ見させてもらって、抗生剤入りの軟膏とかじゃ効そうでかすね、ない。もしマラセチアだったら抗菌軟膏だとちょっと対応できないので、いわゆるその抗真菌系、カビのに対するちょっと軟膏を使っていく感じにはなるので、で、まあ、多分毛があるとまた悪くなるので、ちょっとこの辺り毛買ってもいいですか？そ裏したちょっとだらいぶ洗いや変すわっくなたるけと思ど、うんで、指の間こっとちこのね、辺ですね、ちょっとはげちゃうと思うんですけど、多分ない方がまあ、ちょ本人こにちとっゃては不げ快じてゃるないと思んうんで、で、たらちょっとお預かりしますね。丸く切りましたんで、カットしたんですけど、ちょっと見させてもらって、やっぱり、まあ、肝菌とかっていう細菌も結構たくさん出てるんですけど、マラセチアっていうやっぱりカビの一種もちょっとたくさん出てたので、今使ってる不思議レオって言われてる軟膏なんですけどが、抗菌作用しかちょっとないので、指だけ抗菌と抗真菌剤と入ってるお薬を1つお渡しするので、また消毒して塗り込んでもらえたらと思います。で、毛買ったら、まあ、だいぶ本人楽になるのか、洗って、まあ、その軟膏を塗ればだいぶ赤み落ち着くと思うので、中のぐじゅぐじゅもすごい洗いやすくなると思うんで、ちょっとそれで頑張ってもらえたらと思います。1日軟膏は1日に1回でいいの1で、日1回。消毒して患部のところ塗ってもらえたらと思います。なんで、またお薬なんですけど、皮膚のところの抗菌軟膏と、あとこちらの前手の方ですね、後ろ手の軟膏1つと、あと点眼ですね、1種類お渡ししますね。で、消毒はオキシフルでもよろしいの？でも大丈夫です。なんかしみるとかって聞いたけども。ちょっとしみるので、まあもしできたらちょっとその
クロルヘキシジン系多分売ってると思うんですけど、あのピンクのやつ、あそうですね、うん、ああいうのでちょっと消毒してもらえるのが一番手足には優しい、皮膚の粘膜には優しいので、はあ、ちょっと考えています。はい、はい、で、まあ、できる限り洗ってもらって、うん、で、軟膏塗ってもらえたらと思いますので、はい、はいはい、うん、ただあそっか、その皮膚の方もピンクのやつやね。そうですね、うん、はい、あれもだいぶ減ってきてるんだな。出しときます、一回出してもらおうか。わ、うん、かりました、うん、はい、次から次から出てくるんで、はいはいはい、うん、そうですね、そのたんびにバリカンで買ってしてたら、まあ、もともと多分そのどうしても菌自体あんまり抗菌薬効きにくい菌が出ると思うので、あまりにも全身に出てくるようだったら、で全身真っ赤っかになるぐらいだったら、うん、物飲み薬抗菌薬飲んだ方が早いと思うんですけど、局所的なものをちょっとずつ繰り返すっていうのであれば、まあちょっとその軟膏と消毒で様子見てもいいんですけど、舐めない舐めない、はい、ちゃん、はい、ちゃん、はい、なのでまあちょっとそのあまりにも全身かゆがるから、はいはい、一度あの飲み薬処方しますので、また2週間後に、はい、あの教えてもらえたらと思います。はい、はい、はい、ちょっとこの手のところだけ消毒飲んでもらえたらと思いますので、はい、さあ、ね、こか、はい。